はい、本日は工藤美希夫投手、日本ハムファイターズでございます。こちらの映像はプロ入り4年目、82年にですね、20勝をした時のこちらオールスターゲームでのピッチング。これはまずはですね、原選手をね、うまく変化球で三振取っております。本日はこの工藤投手のね、太く短いね、プロ生活をね、足跡を振り返りながら見ていきたいと思います。工藤投手、出身は秋田県本庄市、現在の由利本庄市でございます。高校は本庄高校で、3年夏ね、秋田県大会決勝まで進むわけですがね、決勝で敗れ、甲子園に出場することはできなかったわけでございます。そして高校3年秋のドラフト会議でね、日本ハムファイターズから2位指名されるわけでございます。こちらがですね、1位指名の面々なわけですがね、あの江川卓、空白の1日の事件で巨人がね、ボイコットした年でございます。これね、江川にもね、指名があるんですよね。なんかね、懐かしいですね。入団当時はアンダースローが基本でね、サイドから投げたり上から投げたりとかね、まあ、いわゆるスパイダー投法なんて呼ばれ方もしたわけなんですよね。1年目はね、1軍登板があったわけですけどもね、3試合で1敗。しかしながらね、2軍では8勝を挙げたわけでございます。そしてね、プロに2年目、80年はですね、1軍登板はなかったものも、2軍では13勝のね、最多勝を挙げたわけでございます。そしてですね、本格的に1軍デビューとなったのは、プロに3年目の81年。この年は22試合に登板、2勝9敗、防御率 4.86 とね、かなり負け越すわけなんですよね。まあ負け越したね、次の年にドッカーンとね、活躍するっていうね、ピッチャーもいますからね。そこで思い出しましたのがこちらの方、巨人で活躍しておりました二浦投手でございます。二浦投手ですね、75年はね、2勝11敗とね、まあ投げてもね、まあ負けっぷりがいいぐらい負けておりましたが、翌76年にはね、2桁11勝を挙げたのでね、私の中でこちら二浦投手の記憶が蘇ってまいりました。3年目にですね、2勝9敗と大きく負け越しましたがね、この年からサイドスローにね、ピッチングをホームランを肯定してですね、まあ、ブレイクときっかけとなりましたのが、そのオフのですね、日本シリーズの好投になるわけなんですがね、まあそちらの方はね、後ほどね、またね、映像の方をね、見ていただきたいと思いますがね。そしてね、迎えましたプロ入り4年目、82年はですね、なんとね、20勝を挙げてね、最多勝、そしてね、20勝4敗という成績ですからね、勝率も8割3分3厘とね、まさにね、日本ハムのエースとして活躍したわけでございます。そして日本ハムのね、後期優勝に貢献するわけですがね、西武とのプレーオフを控えました1ヶ月前にね、自宅でなんとね、小指を骨折するというね、大事件が起こったわけでございます。なんとね、全治1ヶ月ということでね、これではプレーオフには投げられない。試合前もね、こちらの感じでね、包帯を巻いて練習していたわけですからね、まさか誰もがね、工藤が投げられると思っていなかったわけでございます。しかしながら、日本ハムのね、メンバーを発表するとき、ピッチャー工藤というね、このアナウンスにですね、まあ球場はね、大騒ぎ、どよめいた、記者はまたまた大騒ぎ。私もね、これはですね、当時ラジオで聞いていたわけなんですがね、あの実況とかの人がね、結構ね、わーわー言うわけじゃないですか。いや、本当ね、これびっくりしました。大沢親父、まさに騙したなっていうね、思いがありましたからね。第1戦先発の工藤投手ね、7回途中までね、0点に抑える好投を見せるわけです。まあね、その後、江夏投手が打たれてね、第1戦を負け、そして第2戦も敗れるということでね、中2日で第3戦にね、先発するわけでございますがね、なんとね、9回109球、完投勝利を挙げたわけでございます。まあね、日本ハムのね、唯一の勝利となったわけですがね、まあね、よくね、怪我は嘘だったんじゃないかとかいうね、お話もね、される方もいらっしゃるわけなんですがね、この力投をした後はね、右手はね、腫れ上がっていたというお話でございます。そしてお話はね、1年遡りますが、2勝9敗とね、大きく負け越しました81年にですね、日本シリーズでね、投げる機会があったわけなんですよね。こちらですね、第6戦のピッチングの様子なんですがね、第1戦はね、5対4とね、1点リードの日本ハムがですね、江夏が9回に松原選手にホームランを打たれたわけでね、その後リリーフで登板して無失点に抑え、その裏さよならね、なんとね、勝利が転がってきたわけでございます。2戦目もですね、1点ビハインドのね、9回をね、リリーフして無失点に抑え、そしてですね、第3戦は2点ビハインドながらをね、5回から登板、2回を無失点に抑え、この時もですね、勝利投手になっております。そしてですね、第5戦はね、0対9とね、まあね、日本ハム投手にね、打たれまくったわけでございますがね、その中でね、工藤投手だけがね、唯一無失点でね、
ジャイアンツ打線を抑えたわけでございます。そしてね、こちらのね、迎えました、こちら第6戦のね、こちら映像の様子でございます。おっと、エラーでホワイト選手を出塁させてしまいましたね。このシリーズね、工藤投手がね、結構抑えてる姿を見ておりましてね、まあ3年目ですからね、まだ若いしね、まあ失礼ながらね、まだまだね、私ね、そんなにね、工藤投手のことをね、存じ上げてなかったぐらいのね、まあ活躍具合じゃないですか。なんでね、このピッチャーいいなってね、思ったのがね、記憶にあるんですよ。まあね、もしかしたらね、来年やるんちゃうかなって思ってたんですけどね、まあね、これ後付けみたいな言い方になりますけどね、でもね、ほんまにね、翌年ね、20勝しましたからね、あの20勝したのはね、ほんまびっくりですよね。前年2勝が20勝ですからね。そしてこの柴田のピッチャーゴロをゲッツに取りたいところが一塁がセーフでね、柴田選手が一塁に残ることとなったわけでございます。そして迎えるバッターは原辰徳。この年はですね、原選手もあの入団1年目ですからね、まだ若い工藤対ね、原の対決ということでございますね。やはりね、この間の日本シリーズね、神戸は寒そうでしたが、やはりこの頃はですね、こうやってデーゲームでやっておりますしね、まあ時期もね、これ10月ですからね、まあ、全然違いますけれどもね。おっと、原選手ホームランでございます。これね、あれゲッツーでね、取れてたりとかね、あのファーストゴロをねエラーしてなかったらね、点が入ってなかったわけですからね。お、原選手ガッツポーズでございます。まあホームランで2点取られましたがね、まあこちらね、自責点は0ですからね、まあこのシリーズね、2勝を挙げてね、まあね、いい成績を残したわけですからね、まあ確かにね、翌年のね、工藤投手のね、ピッチングに関してはね、自信にね、つながったね、シリーズのね、投球だったのではないですかね。ホームラン打ってもね、ベンチの中でお出迎えですね。もっと前のね、昭和の時はね、このベンチの外に出てね、並んでね、お出迎えやってましたからね。このくらいからなんですかね、ああやってベンチの中で、まあ今みたいなね、形になってきたの。そしてね、篠塚選手をね、打ち取って、工藤投手ね、小指の骨折をね、無理してでもね、プレーオフにね、合わせたわけなんですけどね。やはりそれがね、結構ね、かなりね、代償となったわけで、なかなかね、小指のくっつかが悪いみたいでね、なんかうまく、ちゃんとね、くっつかなかったらしくてね、まあ、12月ぐらいまでかかったらしいんですよね。まあね、その影響もあったわけなんでしょうけどもね、あとね、味方を痛めていくわけなんですね。20勝を挙げました。82年の翌年、83年にはですね、24試合の登板でね、8勝8敗、防御率 5.13 とね、成績を落としましてね、この年がね、まあ、最後のね、勝ちになるわけなんですよね。翌84年はですね、わずか1試合の登板に終わってしまうわけでございます。その後はですね、投げることができなくてですね、88年にはね、野手転向されたわけなんですがね、まあね、その年を持ちまして引退されたわけでございます。通算成績は78試合に登板、30勝22敗、防御率 3.74 の成績を残されております。一軍の、ね、登板は5年間、そのうちまあね、実質実働3年というね、その中でね、輝いたね、本当に太く短くを地にいったようなね、投手だったと思います。本日は日本ハムファイターズプレーオフ奇襲先発のね、20勝投手工藤美希夫投手でございました。最後までご視聴していただきありがとうございます。では